王部和明は、日本の外交官。異下は、正四位。君党は、随法中受賞。財産パウロ総領事、独立行政法人中小企業基盤整備、機構業務等活躍、ウルグアイ中殺特命全権大使などを歴任した。1952年生まれ、神奈川県出身。創価高等学校を経て、創価大学経済学部経済学科で学んだ。 1975年3月、創価大学を一期生として卒業し、同年4月に外務省に入省する。外務省では、スペインでスペイン語研修を受けた。在オーストラリア大使館の一等書記官や、在アルゼンチン大使館の講師を経て、独立行政法人である国際協力機構に展示企画調整部の部長などを務めた。2008年、 財産パウロ総領事に就任し、財産パウロ総領事館に駐在した。在任中は日系ブラジル人の集団地を100カ所以上訪問するなど精力的に総領事館の館内を巡った。また、日本との技術協定の締結や商用マルチビザの延長などに取り組んだ。これらの功績が称えられ、サンパウロ氏から名誉市民賞が授与された。2013年、 ウルグアイ中殺特命全権大使に就任し、在ウルグアイ大使館に駐在した。しかし、在任中に体調を崩し、2014年6月3日に帰国すると余命数日と告げられ、葬儀の手配や公認への引き継ぎ準備を行い、6月12日、肝不全により、東京都文京区の東京医科歯科大学医学部附属病院にて死去した。同日付で、 随法中受賞及び聖音位が授与された。ありがとうございます。